やっぱり最初とても厳しい選挙で始まりましたけれども、安倍先生に対する本当に新総裁に対する応援の声が大きくて、こういういい結果で終わることができて本当に良かったと思ってます。5人の候補の中で最もその領土問題だとかあと歴史認識問題について、きちんとした考えを持っておられる安倍、総裁に期待をして、日本が本当の意味での主権国家として、世界に向けて発信ができるそんな国になることを期待しています。流れができてきたというかどんどんと安倍、先生のですね、演説も迫力を増したのも応援してくださる方の声が大きかったからじゃないかなと私は思ってます。どの会場に行きましても、 もう安倍先生に対する、応援のですね、声が本当に大きくて最後の日の街頭の時も安倍先生を応援する声がですね、会場っていうかその、満ち満ちておりましたので本当に私たちもその安倍陣営はそういう皆さん方の声に励まされて厳しい選挙戦ってきましたし今回のように戦い取った結果っていうのは私は非常に強いものだと思いますから期待をしてもらいたいなと思います。